はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は三重県桑名市の六花園にやってまいりました。パチ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 ということでね、ジョサイア・コンドルがですね設計した、六花園ですね。向こうがね入り口になってまして、こうやってね入ってきて、これがねレストランになりますね。これがね洋館ですね。すごく美しいですね。これはですね、実業家のですね、諸戸清六さんという人がですね、建てたね、まあ、邸宅ですね。で洋館部分がですね、日本近代建築の父のね、ジョサイア・コンドルがですね設計したということですね。コンドルのね建物はね東京にありますけどね、東京に集中してますけどね、地方ではねここだけですね。保存状態もねすごく良くて、桑名はですね大戦中ですね、太平洋戦争の間ね空襲にあったんですけども、幸いなことにですねここをねこの建物はね無事だったわけですね。木造2階建て、北東隅には4階建ての円形を持つ塔屋があると、英国人ジョサイア・コンドル博士の設計により、明治44年に着工し、1911年とかですね、大正2年、1913年に竣工したと。車寄せは戦火を受けて消失していたので復元したってことですね。このね車寄せはね復元したみたいですね。庭園はですね、子庭園、内庭園、東庭に大別されてますってことでね。ちょっとね、庭園をね、回っていきたいと思います。この庭園がね、やっぱ洋館の前ですから苔ではなくてですね、芝生になってますね。で、向こうがですね、和館ですね。洋館の横にね和館がねこうくっついてますね。コンドルが設計したのはねこの洋館部分ですからね、こっち側ですね。で目の前にね、地線回遊式日本庭園がありますよと。今はね、土地、まあこの建物を含めてね、桑名市のね所有になってますね。で今ねこの建物とですね、建物ね洋館と和館がねこれ重要文化財に指定されてますね。庭園がすごくね美しいですね。この庭園はね昔はなかったみたいですね。昭和になってね整備されたっていうことですね。旋回遊式庭園、ここになんかレンガのね建物がありますね。この建物のためにね水路をね作って水を引いてるみたいですね。まあ今ねいるところがその海の近くなんでね、まあこの辺掘ってもね塩水しか出ないんで、水をね遠くから湧き水をね管でねパイプで引いてるみたいですね。
結構ね、石灯籠がたくさん立ってますね。もう石灯籠が、ね、立ってますね。綺麗にね、こう刈り込んでありますね。ここになんか水路みたいなのがね、ありますね。このね、建物を建てたその実業家はね、そのお米の取引でね、まあ、財を成したみたいですね。でやっぱりそのすごいお金持ってたんでね、まあ、土地の不動産業とかね、まあ、いろいろ多角化してさらにねお金持ちになったようですね。まあ、桑名っていうとね、あの焼きハマグリがね有名ですよね。まあ市内にはねそのハマグリ屋さんがあったりして、今でもねハマグリをね食べることができますね。あとね折り紙がね有名で、なんかその一枚の紙からね、複数のその鶴を折るね、その折り方がですね、まあ、桑名発祥で、折り紙もね有名ですね。あとはね、萬古焼っていうね焼き物がありって、あれはなんか四日市のイメージが強いですけどね、もともとはねあの桑名のものらしいですね。一番蔵、木造2階建て土蔵造り、そば周り基礎は御影石積みと、壁胴回りは洗い出し、上部は黒漆喰仕上げと。まあ接客用調度品ということでね、一番蔵ですからね、まあ一番いいものをね、保管してたわけですね。まあ今はねほとんど空っぽらしいですけどね。これ茶室ですね。比較的最近作ったみたいですね。稲荷社、方形の指導、社殿の前方に、石像灯籠2基には、諸戸清六の銘があると。屋敷内に社殿を設ける例は多く、その典型を伝えてるってことでね。まあ、金持ちはね、屋敷の中にね、こういう社をね、まあ、作る、よくありますよね。金持ちでね、ここに名前がね、ありますね、ちゃんとね。名前をこう、彫ってあるわけですね。旧高須御殿って書いてありますね。木造平屋建てに、2部屋からなり、南側と西面にか、西側にかけて、濡れ縁を巡らしていると。移築したものですね、これね。素晴らしいですね。で向こうにね、米蔵がね、ずっとありますね。でこの建物でねお客さんをねこうもてなしてたわけですね。まあ半分旅館みたいな感じで宿泊施設ですね、まあ旅館みたいな感じでねお客さんが泊まることもできたということでね、向こうに洋館があって、こっちがね和館ですね。
コンドルのね設計の建物っていうとね、真っ先にあの東京のお茶の水のねあのニコライ堂ですね、あれがね思い浮かべますね。あとはねあの消失したあの今はないですけど鹿鳴館ですね、鹿鳴館作ったのもねあれコンドルですよね。まあ、コンドルはもともとねあのイギリス人であの元から日本にね興味があったみたいでね、まあ、親と外国人で日本に来日してねあの東京大学のね、建築学科でね、多数のね、建築家を、まあ、育成したことでも有名で、辰野金吾とかね、育成したことでもね有名ですね。はい、ということでですね、今回はね、三重県桑名市のね、六花園をね、散策しました。まあ、コンドルのね、設計の洋館もいいですけどね、和館と、あとはその、目の前に広がるね、日本庭もすごくね、素晴らしい、綺麗な庭園でね、すごく見応えがありますんで、ぜひね、桑名に来たら、六花園をね、散策してみてください。